やばい、もうほんまにリアルすぎてやばい、もうほんまに現実世界みたい。はい、どうもこんにちは、ハッキーです。今回はね、このマトリックスアウェイクンズというね、あのマトリックスの新作ゲームが出るということで、そのデモ版をプレイしていきたいと思います。では早速やっていきましょうか。僕ね、マトリックスマジで大好きなんですよね。多分オタク寄りに詳しいと思うぐらい詳しいと思います。自分の中でそういう自負はあります。おーい、やば、そうそう、この音楽ね、うわマジでやばいな。ちょ、どんなんか全然分からへんから。え、うわ、そうそうそう、映画もね、この始まり方、エンター、エンター、おう、え、設定って何これ、設定、おう、あ、字幕オン、Y 軸反転オフ、コントローラーランブルオン、まあこれでいいや。じゃあエンター×。ちょっとマジで楽しみやな、ほんまに。あの新作の映画もね、見に行くつもりなんで、前売り券買いましたよ、もう。ザ・マトリックス。え、サーチング、え、これあれやん、映画の一番最初の方のやつやん。Wake up, Neo っていうやつやん。 Hi, I'm Thomas Anderson. Like many of you, I work with computers. I like the freedom I feel outside the limitations of the real world. But computers are also mirrors. Reflecting back who and what we are and the choices we make. The world's different. They also confront us with questions about why we want to choose this over that.Why we want to make X instead of Y? Where do ideas of who we are and what we want even come from? You take the red pill, and I show you how deep the rabbit hole goes. これね、赤い錠剤ね。This isn't real. What is real? How do you define? モーフィアスや。For instance, I'm not even sure why I'm here. すげえ。古いネオと新しいネオがおる。Thinking that I'm supposed to come here.That it was important for me to ask people, how do we know what is real? Hi, I'm Keanu Reeves. Over 20 years ago, I first played the character Thomas Anderson in the Matrix trilogy. Those films pioneered digital cinema with shots like Bullseye. Back then, we talked a lot about where the digital age might take cinema and narrative.In an industry where actors have tried to remain perpetually young, we wondered about digital things that become immortal. え、これ CG? Hi, I'm Carrie-Anne Moss, and I played Trinity in the Matrix films. え、これ本物?ゲームどっち? We asked ourselves how long it would be before physical bodies could be changed as easily as we change clothes. We wondered what would identity mean in a completely digital world?And what would reality mean? え、ほんまにリアルすぎるや。もう無理やわ、これ。区別できへん。え、これは実写やろ。え?これも CG? え、もうやばいんやけど。え?Marketing? I thought we were supposed to have total creative control. Welcome to the Matrix. うわ、やば。 Wow. You still got it. Like riding a bike, they say. I sometimes miss this version of us. Me too. うわ、かっこいい。 The hell are you doing back there?え、これ誰やったっけ、right、on. You know about this. こんなやつおったっけ、うわ、マジでリアルやわ。マーケティングには近寄るな。え、トムちゃん、おい、来た、スーパーマンタイム。
スーパーマンシングって言われとったの映画では。これ絶対、うわーエージェント来た。いいね、ナイスナイス。うわ映画と違う、ちょっと。え、いつプレイできるのこれ。お、できるできる、すげえ。おおおやばい、撃てる撃てる、 R2 で撃てる。え、もう弾切れ。あれ、お、いいね。おお、やば、え、めっちゃやば、リアルすぎるってマジで。ちょっと待って、エージェント撃たれてる。お、エージェント撃ったら避けられる。お、お、すげえすげえすげえ、エージェント撃てた。やばちょっと待って待って、やばいぞこれ、リアルすぎる。ちょっとエージェント来てる、エージェント来てる。やべえ、避けられる。あいつがジャンプした時じゃないと当たれへんのか。やべ、ちょっと待て、やばい、来た、やばい、車の上にいる。いや3人はやばいって。いや4人。おお悪いわね、すげえ一気に。ヘリ、エグエグ、エージェントがヘリはやばい。そう、鬼に金棒やん、エージェントにヘリコプター。まだ追いかけてきてるわ。あれスミスかな、やば、おい、やっぱ当たってるんかな、これ当たってるやろ、やばい、もうほんまにリアルすぎてやばい、もうほんまに現実世界みたい、やばえ、ほんまにこれあれじゃん、もう実写なんじゃん、もうゲームじゃなくて実写じゃん、もう。うわ、え、ちょっと無理やわこれ、やばすぎる。たっぷり楽しんでちょうだい。はもうやばいって。さあかかってきなさい。え、このパトカーもあれエージェント、これは普通のパトカーか、民間のやつか、まだエージェント変身してないやつか。おい、あ、マシンガンめっちゃ強いやん。おい、うー、やばいやばい、エージェントがマジで途切れへんわ。まあそういうもんか、エージェントは。やっば、ド迫力すぎる。まだあなたなの、うわ、あの操縦席撃ち抜かれてるの、安定させて。うわうわうわ、やばいやばい、うわ、もうすごすぎるわこれは。え、トリニティかっこいいわ。え、あ、なるほど、タイミングを合わせて打たなあかんのか。今かろうじて R2 を押した。おい、これモーフィアスのザ・ツインズ倒した時の思い出すな。やば、アンリアルエンジン5。うわ楽しい。え、マジでこの完成度で出てくんの、にわかに信じがたいけど、マジ興奮が冷めきらんわ。いまだにちょっと信じれないですからね。何これ、マス AI 可視化切り替えって何すげえ、マジで。あ、なるほどね。え、これオープンワールド、もしかして昼夜切り替え。え、ちょっとやばくない、これはちょっとやばくないですかこれ。いや、それはちょっと予想を超えてきたな。グラフィックがね、綺麗なのが当たり前のこの時代に、何これ、何って可視化切り替え。おお、あのグラフィックのデザインの書くときのやつちゃん、これすごいな。ディスプレイレンダリングピクセル切り替え、
変わってへんけど、変わった？あ、これね、はい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 。え、ちょっと待って、これリアルすぎやろマジで。実写やん、もうどう思います？マジでやばいんやけど。ピクセル繰り替えやったけどあんま変わる？こっから？マジ？あ、動かせる。オープンワールドやこれ。え、ちょっとこれはえぐいわ。メニュー飛行？何、飛行もできんの？え、ダッシュ？え、あ、ダッシュできる。飛行って何？ちょっと待って、その前に車、マジでリアルすぎるわ、マジでやばすぎるわ。歩行、飛行、ちょっと、人間は？あ、めっちゃリアルや、ほんまに。やば。押してドローンを飛ばす。あ、飛行ってこのキャラクターが飛ぶんじゃなくてドローンを飛ばせるってことか。あ、ドローンは一人称視点なんや。へえ、やば。うわ、建物の中の家の中まで見える、部屋の中も。しかも内装違う、一室一室違う、テレビもついてる。こんなことがあっていいのマジで。じゃあこっち行ってみるか。え、やば、ほんまに綺麗やわ。なんかもう、これは、うわすげえ、全然違うインテリアが。うわうわ、これはやばいわ。こんなんあっていいのマジで。これスピードアップね。シアター、映画館や。いや、映画館じゃない方のシアターかな。すーげえマジでやば。うわうわやば。上に上がります。やばすぎやろマジで。はあはあ、これはやばいわ。ほんまにリアルやわマジで。こんなゲームあっていいの？え、いつこれ発売？とりあえずじゃあ歩行に戻って、ちょっと場所変わった？あ、ドローンで行った場所で着地できるってことかな？ぽくない？なんか、え、それはやばいぞ。ここじゃあ、あ、屋上とかは無理なんかな。で、メニューは、ほう、何だ、うわ、コンピューターみたいになってる。すげえやば、マトリックスっぽいな。露出補正、あー、なるほど、こういう感じね、グラフィックの感じね。太陽の位置、あ、なるほど、マトリックスやから変えれんのか、そういうこと。あ、駐車中の車とか、やば、群衆とかも変えれんねや。で、これで全く群衆がおらんようになるということもできると。歩いてる人が一人もおらんようになるってことか。お前人おらん、マジか、もうマジかしか言うてへん。マジ？トラフィック 0%、 駐車中の車 0%。 あ、消えた、すげえ。もうこの世界に一人しかおれへん、このマトリックスの中で。この女の人誰なんやろ、名前が全然分からへん。やば、これがでも主人公っぽいな、今作の。黒人系の女の人やな。
いやすげえマジで。戻そうかじゃあ。やば。マトリックスフィルターって何？マトリックスフィルター、あ、これで普通のあれできるやん、普通のグラフィックやんこれで。うーわこれやばいやろマジで。あ、ほんまにやばいわマジでやばいわ、やばいしか言うてへんわほんまに。ボキャブラリー増やせよって感じやけど、これやばいですとしか言いようがないなマジで。あかんわ、飽きませんわこれ。お、え、乗れた、バツボタンで乗れた。マジかよ、もうこれはやばいわ笑いしか出てけへん。うーわ、いや、これやばいわ。いや、やばー、これはすごいわ。お、すげえ。激突したら民間人が、やっぱマトリックスやから。うわ、すげえ、この車のボロボロになり加減もすごい。あ、故障したからもう乗れないってことかな。すげえ。うわー、やば。これえぐいな、マジで。太陽の位置もこれで変えれると、で自分に直射日光が当たるようにできるというね、マジで最高やろ。でこれ乗ってみよう、ドライブ。すげえ、もう乗り降りのこのゆったりさ加減がさ、もう全然リアルなよなマジで、全然現実世界なんよ。うわすげえマジで、やりたい放題やん。うわもうこれはもうやばいわ。これ多分買えますね製品版僕やられましたね、もうデモにやられましたね完全に。はい、じゃあまあね、今回はこれまでにしたいと思います。ちょっと軽く遊んでみただけですけどね、もしかしたらこれちょっといろいろやることがありそうであればね、結構ちょっと試してね、いろいろ遊んでみたいと思います。はい、製品版多分買うと思いますこれはい、ではね、今回の動画はこれまでにしたいと思います。僕はねこのチャンネルでは GTA の、ゲームをねメインに実況したりしているので、もしよければね、またそちらの方も見てくださいということで、ではねまた他の動画でお会いしましょう。バイバイ。